はい、皆さんこんにちは。福岡方チャンネルです。南翔と、はい、こちらのチャンネルではですね、福岡方の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで本日もグルメネタです。本日はですね、喫茶店をご紹介したいと思います。結構ね、老舗の喫茶店なんですけども、本日ご紹介するのは役員にあるビッグベンさんです。はい、それでは早速行ってらっしゃい。はい、ビッグベンさん、場所なんですけども、住所的にはですね、中央区の役員になります。で、西鉄役員駅からも近いし、こちらですね、地下鉄七隈線の役員大通駅から両方から結構近いんで、今回は両方ご覧いただくことになります。で、まずは役員大通駅からですね、はい、こちらの出口何番だったかな、ちょっと後で調べておきます。こう出てもらって、もうひたすらね、まっすぐ行くだけです。これは役員駅、西鉄役員駅もそうなんですけども、もう完全に大通り沿いなんですよね。これ何線だったかな、城南線だったかな、はい、この通り沿いにあるので、めちゃくちゃ簡単です。で、歩いてね、だいたい役員大通り駅だったら4分ぐらいかなになります。で、西鉄役員駅の方からだったらだいたいね、3分ぐらいで着きます。はい、こんな感じですね。で、西鉄役員駅からだったら南口だったかな、はい、こちらですね、こちらから行くんですけども、どっちにしろね、大きな交差点両方とも通らないといけないんですよ。だから多分ね、その交差点がなかったらね、もっと早いんじゃないかなっていうぐらい、立地はね、すごくいいんじゃないかなと思います。行きやすいです。だから、西鉄からも行けるし、博多駅からもですね、七隈線使えば行けるんで、場所的にはね、非常に行きやすいんじゃないかなと思います。で、こちらのお店なんですけども、喫茶店なんですよね。で、しかも結構ですね、老舗の、歴史のある、喫茶店なんですよね。で、どこって言ったらいいのかな、あ、すいません、先にですね、営業時間の方をお伝えしておきます。営業時間なんですけども、朝のですね、10時から、夜の21時まで営業になってます。ラストオーダーは20時半ですね。で、お休みが、日曜日がお休みということになっております。なので、かなりね、時間帯幅広いんで行きやすいと思います。で、店内はこんな感じで、テーブル席とカウンター席がある感じですね。なので、お一人様でもね、非常に行きやすいんじゃないかなと思います。で、こちらのお店さんなんですけども、もともとはですね、ブルーベリーっていうお店の名前だったらしいんですよ。これがね、1979年創業らしいんですよね。で、1999年からビッグベンっていう名前に変わったそうです。で、メニューはこんな感じなんですけども、びっくりするぐらい多いでしょう。これ全部制覇しようと思ったらですね、相当時間がかかるんじゃないかなと思います。で、基本的にはやっぱ喫茶店なので、喫茶飯って呼ばれるものですね。なんですけども、種類も非常に多いし、クオリティもね、結構高いんですよ。なので、結構ね、ここら辺の、この近くで働いている、サラリーマンの方たちとかがですね、ランチとかにご利用されてるみたいです。で、本日私がいただいたのがこちらですね、牛肉たっぷりオムハヤシになります。で、こちらで1650円ですね。サラダとこのスープ、これもついてきます。これがついて1650円なんですよね。なので、割とね、コスパはね、いいんじゃないかなと思います。で、すいません、ちょっとさっき話の途中だったんですけども、ブルーベリーさんという名前で、1979年にこちらの店が始まってるんですよね。で、1999年から、ビッグベンさんというふうな名前になったんですけども、これですね、断面ですね。はい。かなりね、高いです。厚いって言ってもいいのかな。はい。だから、オムハヤシなんですけども、牛肉が乗ってるんですよ。炒めた牛肉がね。で、その炒めるときに、こういうね、色とりどりの、野菜と一緒に炒められてるんで、非常にね、いろんな味がします。なので、
僕はね、ビッグベンさん前行った時は普通の多分オムライスを頼んだと思うんですけども、今回この牛肉オムハヤシっていうのがあるっていうのを聞いて、あ、こっちの方食べてみたいと思って、行って食べさせてもらいました。で、1999年からあるんですけども、店内はですねびっくりするぐらい綺麗なんですよ。だから、あ、すごく清掃が行き届いてるなっていう風な印象です。だからあんまりね老舗感がないので、その点はねあれと思うかもしれません。はい、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。1個ですねちょっと注意点がございまして、お支払いですね、ペイペイとかちょっとクレジットカードが使えないんですよ。現金のみになってるんですよ。なので行かれる場合はですね、現金をご準備してください。で、普通の今回このオムハヤシをご紹介させてもらったんですけども、コーヒー類とかドリンクですね、あそこも結構豊富にあるし、あとねスイーツ系も結構いっぱいあるんですよ。なのでご家族で行かれてもね全然いいんじゃないかなと思います。で、ここのですねエリア、役員の、南側っていうのかな、違うな、西側か、東側も結構あるんですけど、東側はね渡辺通りというでかい通りがあるんで、めちゃくちゃ多くはないんですけど、この西側はですね割とね飲食店結構有名なお店が多いんですよ。餃子のリーさんとか、あと以前ご紹介したパスタパスタさんとか、ちょっと今度ねご紹介させてもらおうと思ってる、チキン南蛮のお店とか結構ね有名で競合がすごく多いなと思うんですけども、そんな場所でもうその20年以上ですね、そのブルーベリーさんの時合わせればもう何年だ、50年近く頑張ってらっしゃるお店ということで、まあそれなりにねやっぱり続けられてきた理由はねあるなっていうふうに思いました。もう多分ね周りのこの近辺で働いてるサラリーマンの方でこのビッグベンさんを知らない人いないんじゃないかなっていうぐらい結構有名なお店なんですよ。なのでまあね喫茶飯食べてみたいよ、安藤コーヒーさんがね残念ながら天神のお店なくなっちゃったからですね、喫茶飯ね食べたいなっていう方はですねビッグベンさんめちゃくちゃおすすめです。はい、ということでですね本日は役員にある、老舗の喫茶店ですね、ビッグベンさんのご紹介でした。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。